これ吐いてらこれ。ん？吸ったらこれ。ああズーさんいたんですね。いましたいました。その距離でできるんですかこれって。えどういうこと？このタスク。僕タスクやってないよこれ別に。え？ポンズさんが口笛吹いてたからなんかいいなと思って。まずい気がするな。やばいよ。うっさ、なんだ？すごい声聞いた今。うざ。あ、ポンズ。ちょっと待って、うざって言った今。うざって言った。悪口？悪口が聞こえたの？人を殺した後の声。違うわ、全然違う。全然一人で喋ってて笑っただけ普通に。そういうことね。違う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 。シャシャッ。え、あれ一人で笑ってたってことですか？一人で笑ってた。俺結構一人で笑ってるもんだって。あんな笑い声なんですか一人で。そんなことあるみたいな。いやそんなことあるって、なんかそれだけでなんか釣られるのは僕すごい寂しいっすね。いや、ゼルダの伝説のスタルキッドみたいな笑い声ってスタルキッドだね、完全に。何がいやっどの時代のスタルキッド言ってごらん、時の丘にな、ムジラの仮面。ムジラの仮面、ムジラの仮面。あー、わかるよ。え、別に釣らないけど、なんか辛いことあるの？辛いことあるよ、いっぱい。話聞くよ。何だったの？あの結構何を結構かかるよ、辛いことを話すると。あ、いいよいいよ。まあ、なんでもほらやっぱり友達だから時間とか気にしないから。ねえ、気にしない。いや、ポンズ死んでんのになんでズズの辛い話聞かなきゃいけねえの。まあまあまあ、ズズさん、まあまあまあ、やっぱさ、配信してる中としてやっぱ大事なんだよそこは。そうそう、ちゃんと時間とか関係ないから。ちょっと最近ね、体調悪いんで休みますとか言ってさ、1ヶ月ぐらいいなかったら困るわけよ。そうそうそう、やだね。みんないるんだから、みんな頼りなよ。こっちが体調悪くなる。どうしたの？いや、なんか、なんだろう、まあ、俺が悪いのかもしれんけど、うん、なんか、しょっちゅうトイレ入った後のトイレットペーパーがなくなって、その、ああ、なんか、使いすぎよ。そうそうそう、だから、あんま使いすぎなんかなと思って、一回。いやいや、そんなことないよ。そんなことない。もっとこう、ちゃんとこまめに、結構、あの、手で4巻き巻きとかしてから、うん、トイレットペーパーちぎって拭くから手についちゃったら嫌だもんね。そうそうそう、だから結構ガードを張って拭くタイプ。ただそれだとどんどん消費が多くなっちゃって、トイレットペーパーも。ああそうだよね。なんか、ね、環境的にも悪いみたいな。そうだよね。でこれ良くないわな、それ。なんか恥ずかしくて。あ、そうそう、大丈夫だ大丈夫だ大丈夫だ、ごめんなんかごめんごめん、ほんとにごめん、葛藤しちゃうからね、仕方ない、大丈夫大丈夫、いいよいいよ、気にすんな、誰にも、みんないるんだから、誰にも、みんないる、誰にも相談できなくて、そう、内容までつらかったな、みんな見てるから、そう、なんかその勇気がすごい、なんかこういう話をしてなんかバカにされても嫌だし、そうだな、そんなことないよ、だからズズはポンズ見たか。見てないけど。ブーン。トイレットペーパー。何？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 リアクションだな今の。ことあんのかよ。アモアスやってるんですよ。何を見せられてるんだよ。俺らアモアスやってたよな。俺何を見せられてたの今。